はい、こんにちは、アキランチです。今回なんですけども、牛丼チェーン店、どこが一番美味しいのか、比較検証していきたいなと思います。ナンバーワン、すき家。ナンバーツー、吉野家。ナンバースリー、松屋。ナンバーフォー、中う。はい、ってことで、牛丼チェーン店4社出揃いました。こちらから、すき家、吉野家、松屋、中う。店舗数ランキングが、1位すき家、2位吉野家、3位松屋、4位が中うとなっております。値段が一番安いのが松屋、2番目に安いのがすき家で400円、3番目に安いのが吉野家で448円で、最後に一番高いのが中尾で490円となっております。なので一番安い松屋の380円と中尾の490円、このね110円の差がどれほどなのかっていうのも気になるところです。はい、ということで見ていきましょう。すき家です。一番ね馴染みがあるって言ったら僕すき家かもしれないんで、皆さんどうでしょうか。まあ玉ねぎのバランス、牛肉のバランス、程よいと思います。では続きまして吉野家がこちらです。ちょっと玉ねぎがでかいんかな、色味がちょっと薄めに感じますね。では続きまして松屋、なんかクタクタな感じがあって、吉野家と色味が似てる感じですね。最後に中尾、もう見た感じからしてめちゃくちゃ味が濃いそう、茶色が一番際立ってますね。僕の牛丼のイメージが、すき家は一番通ってる定番な牛丼屋さんっていう感じで、吉野家は豚丼のイメージがあるっすね。豚丼が安かったかなんかで、ね、よく豚丼食べてました。それとあの唐揚げ丼っていうのがあるんですけど、それはめちゃくちゃ美味しいっすね。皆さん吉野家行ったら唐揚げ丼まず食べてください。松屋なんですけど本当に少ないですね。数えるほどしか行ったことない。で最後に中尾、中尾って僕生きてきて記憶にないんすよね、食べた記憶がない、それぐらいちょっと未知数です。では早速食べていきます。まずはすき家から。これはいつもの味、うんま、間違いない、いつもの味、本当に美味しいです。では2番目吉野家いただきたいと思います。玉ねぎがしっかりしております。なるほどね。うまい。うわ、そうきたか。すき家と吉野家全然違う。もうざっくり言ったら、すき家はガツンと牛丼で、吉野家はおしゃれな牛丼。これはすき家派か吉野家派分かれると思う。野球部と吹奏楽部よ。僕は味が濃いのが好きやから、好きやから。おいしい、おいしい。吉野家の方が脂身が乗ってる感じがする、牛肉の。やっぱ吹奏楽だよ。で、見た目通り玉ねぎがシャキシャキしっかりしてる。美味しいな普通に。続きまして松屋、クタクタ感がある牛丼。松屋が380円、中尾が490円、110円の差、ちょっと食べ比べしたいと思います。ここが気になるところ。もう安くてうまかった1位やからね。うまっ。吉野家と松屋がめちゃくちゃ似てる。あ、似てるわ。味の濃いさで言ったらもうすき家、松屋、吉野家って感じ。牛肉がクタクタ感ある、玉ねぎもクタクタ。
通にうまいで380円。こことここの違いなんやろ。今ん中で言ったら吉野家がやっぱり群を抜いておしゃれで深みがある優しい味してる。では最後にダークホースいきたいと思います。中う、もう食べた記憶すらない。めちゃくちゃ濃いっすね色。なるほど。全然ちゃう。あーすごい牛まぶしみたいな感じ。うん、これは牛丼じゃない。うん、美味しいけどなんかインスタントの感じがする。具が全部柔らかくて甘っこいだけみたいな。うーん、好きな人は好きやと思うけど僕はそんなに好きじゃないかな。牛丼ではないし。490円一番の高値でこれは食べに行かんかな。今全体的に食べていつものすき家にちょっと戻ってみます。これでどう思うかよね。うまい、うまいわ。いやでも待てよ、やばい。今これ食べ比べして気づいた。はい、完全に分かりました。シンプルに僕が一番好きなのはすき家なんですよ。味も濃くて。でもこう食べ比べたらやっぱ吉野家の味のクオリティが全然違うことに気づきましたね。うん、美味しいけどちゃうなってなってしまってる自分がおる。からの松屋行こう。松屋もう肉ないんやけど。一番最初に肉がつながりすぎててほぼ全部いった。全然うまいやん。待って、全然うまいやん。あかん、全然うまい松屋。あれ松屋1位か。はい、ってことで迷いに迷った結果1位吉野家です。松屋が2位、3位がすき家、4位が中うって感じで、こことここがめちゃくちゃ悩んだんですよ。松屋の方がちょっとだけ味濃いんですよ。でも味の深みとかこの玉ねぎのシャキシャキ感、それと牛肉の脂身のあのジューシー感、全部ひっくるめたらやっぱり吉野家ってなっちゃうっすね。だから松屋の味付けでこの具材が吉野家やったらめちゃくちゃ完璧な牛丼かもしれん。でこの僕が好きやったすき家の敗因は、松屋と吉野家を食べた後に食べるとただ味が濃いんだわ。それとこの2つに比べてやっぱり玉ねぎと牛肉もう全然違う。質が悪いわけではないんやけど柔らかすぎるんですよね。だから本当に吉野家と松屋の牛肉玉ねぎ味付けのクオリティがすごいわ。でこの中う、いっちゃんだが490円なんやけど、まあ牛丼じゃないね。牛ひつまぶしみたいな感じ。味は濃いめ、深みとかもないっすね。ただ甘いだけみたいな。はい、失礼ですけど。そやそや、見てほしい。もう肉の感じ見て。はい、こんな感じ肉。わかる？ピンと合ってるかな？うん。肉がしっかりしてる吉野家。玉ねぎも、ほら。もうシャキシャキしてる感出てる。で、これ好きやね。くたくた。肉の感じ。はい、こんな感じなんですよ。細切れみたいな感じなんですよね、肉が。これ松屋よ。松屋。松屋と吉野家やっぱ似てる、肉の感じ。で、玉ねぎシャキシャキ。味付けクオリティ最高。はい。よいしょー。すき家1位と思ってたすき家民が、これは食べ比べしたら変わりますよ皆さん。ダントツです。で松屋、まあうまっ。松屋のこの味付けほんま神。
いや、てか松屋って380円、コスパ最強やん、美味しくて。ちなみに3位はすき家ですね。で、なんか、はい、まあ味濃いのが好きやったら、ほんまにすき家食べたらもう大満足すると思います。僕も本当にすき家しか食べへんぐらいすき家大好きやったんで、はい。で、この中宇、まあ値段も高いし味は残念やったんですけど、中宇って牛丼で勝負してるんじゃなくて親子丼とかそういったもので多分勝負してると思うんですよ。だからまだ今度中宇のその親子丼だったりカツとじとか、まあいろんな変わりだね食べて、まあどんだけ美味しいんかね、ちょっと中宇の、はい、商品食べてみたいと思います。それね、中宇がねちょっとほんまマイナスのイメージが強いんで、またねその動画上げるかもしれないんで、また期待しておいてください。ではお疲れ様でした。